聖餐とは、イエスキリストの最後の晩餐及び、後に、その再現として執行してきた典礼的会食を言う。エウカリストの日本語訳。聖餐は、主に西法の教派で使われる訳語だが、カトリック教会では、聖体祭儀、聖体の秘跡と呼ばれる。日本の、聖公会、プロテスタント教会などでは、聖餐式と呼ばれる。聖教会では、聖体礼儀。 生体機密、両生と呼ばれる。主の晩餐の語は、いずれの教派でも使われる。新約聖書には、イエスが引き渡される前に、弟子たちと最後の食事を共にし、自分の記念として、この食事を行うよう命じたことが記されている。これが、最後の晩餐である。教官福音書によればイエスはパンを取り、これが私の体であると言い,い、酒きを取り、 これが私の血であると言って、弟子たちに与えた。コリントの信徒への手紙一にも述べられており、初期からこの儀式が教団内で行われていたことが、わかる。キリスト教徒はこの儀式を行うことで、そこに、キリストが現存するという信仰を保持してきたが、宗派によって、細かいやり方や考え方は異なっている。伝統的なカトリックと、 正教会のキリスト教徒たちは聖餐をサクラメントとして言ってきたが、宗教改革以降のプロテスタント教会は、あえてこれを非跡と呼ばず、霊典という呼称を用いる。これは、神の救済は人間の行いによるのではなく、信仰の実によるという考え方から、聖餐の執行そのものを救いの要件とは考えないためである。 ただし、生産に何らかの意味を持たせるか、単に象徴的な儀式と考えるかは、教派によって異なる。多くは、生産において、神の恵みが人間に伝えられるのではなく、共同体の信仰を示すための儀式であるとしている。生産は、多くの言語でギリシア語由来の語、エウカリスティアから変化した語で呼ばれる。日本語の生産はこれを意訳したものであるが、 日本の一部教派では英語化した、エウカリスト、ユーカリストの語で生産を呼ぶものもある。ギリシア語の、エウカリスティアは感謝という意味の名詞である。この語はさらにイプシロン、マイナスとカイアルファロー、喜びという二つの語根に分けられる。この言葉の動詞型は、エウカリステオで、新約聖書の中で五十五箇所用例がある。マタイによる、福音書二十六時二十七分。 マルコによる、福音書14時23分、ルカによる、福音書22時19分を呼び、コリントの信徒への手紙11時24分では、イエスが、自分の体と血であると宣言したパンとワインを、感謝して、弟子たちに与えたことが書かれている。新約聖書において、感謝するとは、祈ると、ほぼ同義に使われ、生産とは本来この式の中で性別されたパンと、 ワインのことを指した。なお現代ギリシア語で、イプシロンウプシロンカイアルファーローヨタシグマタウと言うと、私は感謝する。つまり、ありがとうの意で用いられる。ギリシア語の、感謝を意味する、エウカリストという言葉は、初期のキリスト教の歴史にすでに現れる。例えば、アンティオキアのイグナティオスは110年頃のスミルナと、 フィラデルフィアの共同体に当てた手紙の中で生産の儀式を指して、エウカリストという言葉を用いている。150年頃、ユスティノスも弁明の中で、エウカリストと呼ばれる生産の儀式の詳細を描いている。初代教会では、アガペーの食事と呼ばれる儀式が行われていた。それは、パンとワインを分け合って、キリストの最後の食事を思い起こす、天礼儀式であった。 アガペーの食事はそれだけでは終わらず、実際に、信徒たちが食事を持ち寄って、共同で会食を行うことまで含まれていた。ただ、参加者の数が増えていくにつれ、全員に食事が行き届かないことや、一部の人しか、食事ができないといった、不都合が起こるようになる。パウロはチコリンと11時20分 -22 で、このような事態を批判している。 実際の会食を伴う儀式は、生産が、天礼儀式として整備されていく中で徐々に廃れ、8世紀には、ほとんど行われなくなったと考えられている。現代の教会でも、日曜日あるいはクリスマスイブの礼拝やミサの後で、信徒や非信徒の出席者たちが集まって会食したり、お茶を飲んだりすることがよく見られる。カトリック教会や正教会、正教会、 プロテスタントの多くの教会では、ラテン語コムニオンに由来するコムニオンという言葉も用いられる。キリスト教におけるコムニオンの語は原儀において、生産ないし生産式を指すが、転じて、神と信徒の交わり、信徒同士の交わりなども意味する。このように、コミュニ、オンという言葉は教派を超えて重要な用語であるが、この言葉が、協議に何を指すかは宗派によって、 微妙に異なり、カトリック教会と、聖教会では、生産の儀式そのものを指すというより、聖体を口にすることや性別された聖体そのものを、コムに、オンと言って区別している。このような場合は、生産の式に預かっても、聖体を受けないということも起こり得る。他方、聖公会では、ホーリー・コミニオンというのが生産式そのものを指す、言葉である。 カトリック教会では生産を生体の秘石というが、パンとワインがキリストの体と地に変化し、それを信徒が分け合うことこそがミサの中心である。ミサという言葉は聖公会でも用いられる。これは聖公会がプロテスタントであっても、政治的な理由でローマ教皇庁から離れたため、天礼などは多くの部分をカトリック教会からそのまま引き継いだことが、 背景にある。聖教会では、伝統的に、生体機密という用語を用いている。生体機密を書くとする、方針例が、生体礼儀であり、カトリックのミサに相当する。プロテスタント教会では、種の晩餐や、パンを咲く式といった言い方がされることもある。信徒集団としてのコミュニオンは、共に、生産式に預かる、人々の集団を指す。 ある教会内での参加資格の度合いに応じ、クローズドコミュニオン、オープンコミュニオン、フルオープン、コミュニオンという分類もある。またコミュニオンは、教会組織相互の関係を定義する概念でもある。複数の教会が、基本的教義を共有し相互に生産に預かる、関係を、フルコミュニオン、インターコミュニオンなどという。時代や教派によってその捉え方に、 違いがあったとしても、キリスト教の中で、生産は常に礼拝儀式の核となるものであった。伝統的なキリスト教において、生産の式は、神が計画する人間の罪からの救いの成就となる、式であり、イエスの死と復活を思い、そこに、イエスの現存を信じる者、さらには信仰者と神、信仰者同士の絆を確認するものであった。 このような中心思想は、ほとんどの宗派に共通であるが、その程度や捉え方によって、違いが生じている。例えばカトリック教会と、聖教会では、伝統的に生体のサクラメントを7つある秘跡、秘密の一つとし、性変化という思想を尊重してきた。性変化とは、パンとワインが、ミサの中で実際に、キリストの体と地に変わるという教義である。 それに対して、宗教改革期以降、プロテスタントの教会では、パンとワインが実際に、キリストの体と地に変わることはなく、単なる象徴的な儀式に過ぎないとみなすようになった。1980年代以降、世界教会協議会が行われる中で、洗礼、生産、及び教会における食会についての相互理解を、深めようという動きが、活発化し、 カトリック教会をはじめとする多くの教派が参加している。ベネディクト16世によるミサの四式カトリック教会は古代から現代に至るまでミサを毎日耐えることなく続けてきた。カトリック教会では生体の秘跡、すなわちパンとワインがイエスの体と地に変わることとそれを信徒が分け合うことこそがミサの中心である。パンは 小さな共同体のために発酵させない穀物と水だけのパンを薄く丸く焼き十字の印をつけたものを使うこともあるが多くはその製造を専門にする修道院で穀物と水だけで日持ちよく保存しやすい一人一人用の大きさのホスチアオブラートと呼ばれる薄焼きで味のないせんべいのようなものが使われる グルテンアレルギーがある場合には事前に申し込むと、グルテンを含まないホスチアやパンを生体としていただける。カトリック教会では、お体と呼ばれるホスチアだけを神徒が配慮するのが一般的である。オチとも呼ばれるワインの配慮も行われることがあるが、それはカリスと呼ばれる酒好きから飲むか、生体をワインに浸して食べるかのどちらかの形で行われる。 また病人などに生体を授ける場合、ミサの中で性変化した生体をチボリウムと呼ばれる保管用の容器に移し、ミサ以外の時間に主材が運んで授けるということも行われる。日本性公会の生産式で使用されるサイグ類性公会では、源流である英国国教会での生産式がそのもととなっており、現行の日本性公会祈祷書では、 目に見えない霊の恵みの、目に見える印また保証であり、その恵みを受ける方法として、キリストが自ら定めた聖殿として、先例と並んで生産が示されており、キリストの苦しみとし、蘇りを記念するために、主の再臨の時まで行われるものとしている。多くの教会では、復活日や毎主日に祈祷書に沿って、生産式が取り行われ、死祭 または主教によって性別された生産を信徒が受ける。バイサンは、キリストとの一致、全公会の一致の印であることから、生産式中には全公会と世界のために祈る、大統や、式に加わる、者同士での平和の挨拶、共同懺悔などが含まれている。また、司祭は、明らかに滞在を犯していたり、現行によって、隣人を害したりしている者に対して、 罪を悔い改め、償うことを明らかにしない限り売産してはならない、ことを告げなくてはならないとされている。生産式で使用される細具は、多くが、カトリックの道具や言葉を元にしているが、読み方は、英語読みのことが多い。生産は、ホースト、または、ウェハー、ホスト、ウェファーと呼ばれるパンと、武道酒による二種、売散の形式をとる。 神徒に与えられるウェハーは500円玉程度の大きさのものが使われるが、性別時に知識者が捧げ持つ際に使用する大型のものを特にプリーストホーストと呼ぶことがある。日本ではナザレ修女会などの修道院で製造されたものが多く使われる。カトリック教会で使われているものに比べると薄く小さいことが多い。パンを入れる、酒状の器をシボリウムといい。 皿状のものはパテンと呼ぶ。シボリウムは制度に安置される正規に保管するためのものだが分散時に使用されることもある。また、葡萄酒を入れる器はチャリスと呼び、ワインは赤ワインでも白ワインでも良い。性別前のホーストを入れるための器をブレッドボックス、葡萄酒と水を入れる器をクルエットと呼び、これらに入れたものが生産式中に 信徒から聖卓に奉献され、生殖により性別される。フランクフルトドライケーニュで教会福音主義、教会生産礼拝福音主義ルター派教会では、生産式の儀式の形式は、カトリック教会のそれとも、共通点が多く、薄いウェハースとワインを用いて、イエスの体であり地であるとの信仰のうちに分け合う。ワインは、カリスと呼ばれる、共通のきから、 個人のカップに移されることもある。聖教会では、生体機密を行う、方針例は、生体礼儀と呼ばれる。生体礼儀は、祈りや、聖書朗読の部分と、両性の部分からなる。両聖寺に用いられる、天礼文はギリシア語で、アナフラと呼ばれる。ビザンチン天礼ンの聖教会における、生体礼儀では、聖根区アンのものとされる祝文と聖代はシリーの、 ものとされる祝文が用いられている。ごく一部の教会では、主の兄弟やコフに返せられる祝文が、特別の機会に用いられる。また大祭期の平日には、先の生体礼儀で、性変化した生体を了承する先、備え生体礼儀も行われる。生体礼儀の最後に行われる十字架接吻の後には、 アンティドルと呼ばれる祝福された精鋭、餅が振る舞われる。アンティドルは古代には小羊等をかたどり、生体礼儀に預かることのできなかった信者のために持ち帰ったと言われる。教会によってはこの時ともに武道種を振る舞うことがある。ありがとうございます。